反応の良さで、ギアをかけた時のスピードアップの加速力で、途半のやっぱり攻撃力っていうのが乗ってみてすぐ、あ、ええもんだなって思う。やっぱりそのフレーム自体はすごいシンプルに普通のフレーム形状に似てるんですけども、 OCLV っていって、特殊なあのカーボン形状をしていて、あの BB 周りヘッド周りですごい、強度の高い状態になっていて、でそもそもそのエモンダっていうのはフランス語で、削ぎ落とすっていう意味なんですね。デザイン的にもすごい美しいし、シートポストもやっぱりしなるような仕組みになっていて、マイルドに乗れる本当に究極の完成されたバイクですね。やっぱりゆったりしたポジションを取ってもらうことによって安定したダウンヒル、途半ヒルクライムもこなせるようになるんじゃないかなって思ってます。ボントレガーは僕らのプロにとってもすごい安心して使えるバイクパーツ、プロが使う道具っていうことで、やっぱり信頼して使えないと命を預かるものだから。でもその点、トレックとボントレガーはお互いに協力していいものを作り続けていて、世界で戦えるパーツを作っています。故障とかもなかなか起きないので、すごい安心してトレーニングに励むことができてますね。で乗り味もやっぱりすごいソフトで体に吸い付いてきてくれるし、今までこれ以上のスピードは登りで出せないところを確実にサポートしてくれて、自分が思ってる以上のスピードを登りで出すことができる、そういうことをやっぱり体験したい人にお勧めしたいバイクですね。自分的にはすごいフィーリング良かったですね。乗り心地の良さで、ハンドリングのしやすさ、下りでのコーナリング、すごいスムーズにいって乗ってて楽しかったですね。すごいその乗り心地の良さ、アクロへ特化したバイク設計になっていて、ホイールベースが長かったり、でアイソスピードを搭載していたり、フォークの部分がやっぱりすごく吸収するような形になっているので、ちょっとした段差でも自分としての感触としては、穴が開いたところにカーペットが敷いてあるっていうような感覚で乗ることができる、そういった印象を受けましたね。でこのアイソスピードはやっぱりシッティングの状態でトルクをかけて乗ることで、やっぱりスピード安定した走りっていうのができるバイクですね。エンディランスジオメトリーっていうものを取り入れていて、下りも安心して走れる、長距離ライドも体の負担にならない設計になっていて、すごい乗りやすいバイクになっています。ダウンチューブで BB からチェーンステーにかけてすごい剛性が高くなっていて、踏んだ分だけ応えてくれる高い強度になっています。ルマーネ 5.2 はミドルグレードといっても、数年前に比べたら本当にハイエンドモデルなので、レースシーンでも十分に使えて活躍できるクオリティなんですよね。ロングライド乗りたい方にはやっぱりこのブマーネがおすすめですね。